今回は父ちゃんの80点食堂番外編ということで、京都宮津の旅をお届けします。おいしいものがいっぱいで、港町の風は日々の疲れを癒してくれました。高評価ボタン、チャンネル登録お待ちしております。では2泊3日京都宮津の旅へ、いってらっしゃい。見て、扇風機みたい、あれ、モーターボート、いいやん、左でも進むやん。あ、お団子食べようかな、ママ。次、かき氷食べよっか。ねえ、食べるか。うん、食べたい。父ちゃんは？なんやろな。あ、青ないんちゃうかな。メロン、レモン、イチゴ。あ、フランクフルト。メロン、イチゴ、レモン。父ちゃん、こんな机で食べよう。うん。いいな。うん。いい、もうこれ、あ、ソフトクリームはみんな、まあ、頭ついた、頭ついた。上向けて食べようか。これなんか硬そうやな。お餅、お団子さん。もちもちしてて弾力があって美味しい。これ大きいな。父ちゃん、あんな奥まで潜ってるで、見てみ。中全然見えへんから。濁ってる。雨の後じゃなかったらもうちょい綺麗かな。去年確かにもうちょっと綺麗だった気がするな。こっちをさ、二人で分けるような感じでもいいんじゃん。さっきちょっと外で景色見てたんですけど、急遽プレゼントいただきまして。これ何やったっけ、何のプレゼント。え、一応その昇進祝い的な。開けていいですよ。ありがとう。これマジで1ミリも予想しなかったな。開けていいよ。全然父ちゃんのプレゼント、気に入ってもらえるでしょうか。開けます。何これ。じゃじゃーん、だだーん、キーケースか。そう、鍵のやつ。ああ、なるほどね。そう、どうですか。いや、嬉しいです。嬉しい。コーター、ダダーンって言うよ、一緒にダダーンって言うよ。へー、すっごい人気あるらしくて。あ、そうなん。ダダーンって言うよ、一緒にダダーンって言うよ、一緒にダダーンって言うよ、ダダーン。ありがとう。マジックアワー。そうそうそう。
アップチャージチケットで8回ゲットです。さっきまでいてた、見えるかな、そこまで見える、ライトアップ見えてます、最高。さあ酒でも飲もう。スキレットっていうの、これ絶対美味しいです。これ。デデー、アクアパッツァでございます。これ絶対美味しい。やばい、煙出る。めっちゃうまいよこれ。おいしい。今で食ったのが一番うまい。うん。おいしい。あとはでもそんな。うまい。おいしい。ママ、これできる？そうだ、ここ間が空いてるし。ゆうせん、そこ待てよ。ちくわちゃんのお父さんが家でさ、こんな少しやるの無理やん。おいしい？美味しい、めっちゃ美味しい。アクアビレッジ、ママの藤原で最高でした。ありがとうございました。ごちそうさまです。はい、ゴー、バイバイ、食べていった。
2泊3日京都宮津の旅、最後までご視聴いただきありがとうございました。過ごしやすくて本当にいいところなので、皆さんもぜひ遊びに行っていただけたらと思います。このチャンネルを応援したいなと思っていただける方は高評価ボタン、チャンネル登録お願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。すべての人は何らかの点で私より優れているから、誰からでも必ず学ぶことがある。ラルフ・ワルド・エマーソン。結局旅行中は一切食べれずというか、割り箸でガーンと裂こうかなと思ったんですけど、家帰ってきてからにしました。わさび醤油でいただきたいと思います。いただきます。いただきます。どうですか？顔気落ち着きまえ。何点？美味しい。何点？何点？冷えてたらもっと上手。ああ、そうやな。じゃあ8点。ほんまに美味しい。スーパーの食感とは全然違う。冷たいやつで、ちょっとさっきもう1個食べたんですけど、やっぱかまぼこは超つけすぎ。冷たいのが最高。じゃあこれうまい。その弾力がな、なんか温度高かったらちょっとなんか気持ち悪い感じがしたんやけど、うん、冷たかった最強や。これはうまい。